公選入試、英語、教科書レベル、読めないと罪、ということでやっていきたいと思います。公選入試の本試験、追試験の中からだったり、ニューホライズン、サンシャインなどの有名な教科書の端末にある英単語調リストから、これ出題されてるけど、もしくは出題されてもおかしくないけど、ちょっと読みにくいかなって思っている英単語を集めてみました。前回の動画で言うと、こちらの動画の続編になります。 どんどんわからない英単語を減らしていきましょう。それでは早速、こちらの6つの英単語を適切に訳せるかどうかチェックしてみてほしいですね。develop, collect, similar, farmer, resource, fact などなどです。それでは実際に答えだったりイメージを紹介したいと思いますので、まず一時停止をしてチェックしてみてください。それでは表示します。こちらです。上からいきますね。develop. 使い方は We developed a new plan とか We developed a new device. みたいな感じで使います。予想できますかねイラストとしてはこんな感じ。これは物事とか国の発展とかアプリ開発とかを推し進めるとか開発する発展発達するさせるみたいな感じで使います。なんたらを発達させるなんたらを発展させる。で特にアプリとかねこういうソフトウェア機械とかを開発するみたいな使い方もできます。例文はこんな感じ。 で今回、ちょっとイメージしにくい単語に関しては、例文を用意したのであ、こんな感じで使うんだなっていうふうに、まあ、感じ取ってください。一番上のは、新しい計画を推し進めたとか、ね、進めた。で、二つ目も一緒ですね。新しい機械、機器を開発した、みたいな使い方をします。で、collect。これは、コレクションっていうぐらいだから、わかりますね。集めるですね。例文見ておきましょう。They collect children into groups. まあ彼らは、まあ、グループとして、グループで集めるように、えー、子供たちを取りまとめた。 ま、直訳すると、彼らは子供たちを集めました。そして、グループに取りまとめました。というふうに言っています。で、二つ目、my brother collects stamps.stamps は絵にあるように、これね、切手ですね。stamps。切手。切手を集めている。切手のコレクションとか言いますもんね。だと、ゴミを集めるみたいな言い方の時も、collection。普通に使います。はい。何かを集めたり、収集する時に使う動詞。collect。で、もちろん、collection というふうに名詞になると、収集とか、集めること。という意味になります。 OK でしょうか。じゃ、続き、セベラル。これは、サームと同じ意味ですね。いくつかの、何個かの、という意味で使います。例えば、バナナのね、切ったものがいくつかありますけど、こういういくつかあるものに対してセ、セベラルなんたらセベラルなんたらっていう風に使います。形容詞なので、セベラルプラス名詞って感じですね。で、次、ファーム。まあ、これ、簡単ですね。農家の人が描かれています。農夫とか、農場の人、農場で働く人のことを指します。農家、農夫ですね。 で、ER がついてたら人に関することなので、すぐに、あの、予測できると思います。teacher, catcher, pitcher. で、ER がつくものはすべて人に関するものですよね。で、次、resource, resource. 見てください、このイラスト。ど、どういうふうにね、訳せそうでしょうか。ね、これ、資料とか時間とかね、人手とか、物資とか。うん、これは資源っていうふうに訳されることが多いですね。こういう概念的なものに対しても資源って使うし、あと時間とかお金もね。で、こういうふうに目に見えるもの。 こういう木材とか材料とか手に取れるものに対しても資源リソースって使うことできますので両方使えるんだなって思っておいてください。名詞で資源とか、えー、繰り返し使って人間の役に立て、立つものをリソースって言いますね。で次、ファクト。これは事実ですね。ファクト、事実。in fact みたいな使い方もしますよね。あれは実際にはっていう意味ですね。じゃあ次、全部で3ページやって今2ページ目です。attract, tightly, closely, until, behind. カムアップ p それでは、皆さん考えた前提で答え、イラストを表示しようと思います。さあ、それぞれどんな意味なのでしょうか。上から、attract。これもちょっとわかりにくいので用意しました。これね、物理的にも魅力的、目に見えない感じでも人を引きつけるっていう風に使います。例えば、上は物理的に引きつける場合ですね。gravity attracts the body。これは人間の体を重力が引きつける。重力は体を引きつけますっていう風に言っています。で、よく出るというか、教科書でよく載ってるのは、下の方ですね。 His charm attracts everyone. 彼の魅力はみんなを引きつける。魅了するとか、心に感動して引きつけるとか。あとこれイケメン美女のイラストをこちら用意しましたけど、こういうイメージですね。こういう容姿とか心とか性格で人を引きつけるっていう場合で、ね、よく使われます。このイメージを持っておいてください。もちろん物理的にも引きつけるって時は使いますけど、まあ、こちら側の美貌とか、容姿とか、あと性格とか、魅力で引きつけるって場合も使います。タイトリー。 ギュッてきつく締めてたり、ギュッてきつく縛ってたりしますけど、これはきつくしっかりととか、そういう風に訳します。タイト自体がそもそもきついとか、しっかりっていうイメージの言葉なので、ly がついて、形容詞プラス ly で副詞になっています。しっかりときつくギュッとっていう意味で訳します。で、closery。これも見た通りです。まあ、辞書を引くと、緊密にとか密接にっていう風に書いてるんですけど、close で、あのー、形容詞で近くとか近いって意味があるじゃないですか。close、近い。だからこれは近づいてとか、 え、もう、こういう風にね、近づいて、近くでっていう意味で使われますね。副詞なので、動作、動詞を修飾しますね、こいつらは。じゃあ次行きましょう。Until behind。こいつら前置詞なので、名詞の前に行きます。Until a, behind a っていう風に使います。じゃあ見ていきましょうか。これ例文ね、書いてますね。これちょっとここで大きくしましょうか。The cafe was open until Friday って言ってますね。そのカフェは金曜日まで空いてますよ。空いてましたっていう風に言ってますね。そのカフェは金曜日まで空いてました。The cafe was open until Friday。 これはわかりますね。アンティル A。A までずっとという風うに訳すんですね。A までずっと。こちら気をつけてください。はい。一瞬とかじゃないですからね。A までずっとの状態を表すときに、アンティル使います。でビハインド大丈夫でしょうかビハインド A で、A の背後にっていう風うに訳します。ビハインド A で A の背後にですね。で、ラスト、カムアップイス。これ熟語ですけど、こんなイメージ。思いつくですね。カ、ま、ム、あ、は行くではなくて、クールじゃないですか。来る。だから、 自分の方にアイデアが思い浮かぶ、来るっていう意味合いで、come が使われると思ってください。行くは自分から向こうに行くけど、来るは誰かがこっちの起点に対して来るっていうふうに言いますよね。だから come up with。で、来るし、アップってないところからぴょこんって出るイメージだから、アイデアとか考えが思いつくっていうふうに覚えると、イメージ通りで暗記しやすいかなっていうふうに思います。それでは最後のページです。spread, alive, public, artificial, injury, cardboard。さあ、最後の6つの言葉です。 それでは実際にイメージと答えを発表していきたいと思います。大丈夫ですか皆さん。一時停止をして自分の考え確認できたでしょうかそれでは実際に紹介していきたいと思います。スプリーで。例えば、スプリーでマップ。How does this disease spread? みたいな感じで使います。これはね、広げる、広がる。みたいな感じで使います。広げる、広がる。まあ、スプリードの後に物が来てたら何々を広げるって言いますし、自動詞っていう使い方ですけど、別にスプリードの後ろに物が来てなかった場合は、広がるっていう風に使うことができます。例えば、スプリーでマップ。 で、地図を広げるだし、how d e s this disease spread? この病気はどうやって広がったんだろうっていうふうに、物理的にも広げる、広がるっていうことも使えますし、目に見えないものに対しても広がるっていうふうに使うことができます。イメージはこんな感じ。何かがこう広がるイメージだったり、パンにバターを広げて塗るイメージを持っておくと分かりやすいかなっていうふうに思います。で、alive、これ到着するですね。目的地に到着したみたいなイメージで覚えておくとバッチリです。public、これは 公共のですね。公共の形容詞です。例えば、パブリックスピーキングみたいな感じで言いますよね。パブリックスピーキング。公共の前でスピーチすることをパブリックスピーキングって言いますよね。あと、パブリックスペース。パブリックスペース。公共の場所。公共のスペース。っていう風に言いますねで。反対言葉はプライベートですね。プライベート。知的なとか、自分の時間でって意味でプライベートって言いますけど、それの反対言葉がパブリック。公共のですね。で、アーティフィシャル、アーティフィシャル。これ人工のですね。人工芝とか人工知能のイメージを持っておいてください。 アートっていう言葉がね、隠れてますけど、このアート前半の3文字。アートはそもそも芸術って意味で習ってると思いますけど、人工のとか、人の手が加えられたって意味もあるので、アーティフィシャルで人工のって覚えましょう。で、インジ u r y これ怪我ですね。怪我。なんか痛めたり、怪我してね、苦しんでるイメージを持っておくと覚えやすいかなって思います。インジ u r y 名詞です。で、ラスト、r d b o ボール、これ段ボールですね。なんで段ボール、段ボールのボールって何って思うかもしれませんけど、この段ボール、これね、日本語で言うと、ボール紙っていうね、この、 ダンボールの素材になっている手触りがある紙があるじゃないですか。あれのことをボール紙っていうらしいので、ダンボールって日本語では言ってるらしいですね。で、カードボールではダンボールのことなので注意しましょう。ということで、デベロップからファクト、アトラクトからカマプリズ、スプリー d からカードボール、それぞれ訳せるようにしておいてください。まあ、この中でね、ほとんどわからない単語が、まあ、一つか二つしかなかったよって人は、結構覚えてますね、えー、単語。いいペースで勉強できてます。そうじゃなかった人はしっかりと、このイメージをつかんで、 暗記コストをね、減らして楽々覚えていきましょう。ね、楽に覚えた方がいいですからね。えー、何回も意味もなく繰り返したら非効率ですから気をつけましょう。はい、ということで、今回の動画はね、本題は以上です。最後に、ざっと。 え、広告させてもらいます。推薦入試対策の教材ですね。過去問データブックです。PDF でたくさんの面接のネタ、実際に聞かれた内容、そして作文小論文のお題テーマを収録しています。学校の対策だけでは不安、推薦の塾の対策だけでは不安という方、こちら使えばかなり有利,有利に対策することができます。そしてマンツーマン添削サポート指導もやっております。こちらも学校や塾、プラスアルファで綿密に、もうプロの対策がしたいという方、受けたいという方、こちらおすすめです。 もう個人対応です。私一人が時間を割いて一人一人添削をしっかり行って、どこがいいのか、どこがダメなのか、こういう改善をすれば点数が取れますよという添削を行います。概要欄にて募集中です。登記講習とプレミアムパックについてです。こちらも授業動画の販売サービスになっております。当日、学力試験で8割、9割取れるようにセッティングしてますので、ぜひともご活用ください。そして最後、こちらも、高専入試によく出ている形式、品質単元で編集している問題集の PDF、教材になっています。こちらもご興味がありましたら、ご購入のほどよろしくお願いいたします。 はい、今回は英語、構成入試対策、英単語の教科書レベル、教科書に載っているので、今回紹介した単語は出題しても全然おかしくないってことですね、えー。読めないと罪ということで念のためにやっておきました。このシリーズもあと何本か続けようと思いますので、英語気になる方、英単語覚えるのが苦手な方はしっかりとチェックしておいてください。それでは今回の動画終わっていきたいと思います。あなたの選択肢に、高専を !PDCA t h a n k you. watching till the end. Please subscribe to our channel.